パリゴム戦慄のアリュニジョンです。はい、今回なんですけど、皆さん今日は何の日か知っていますでしょうか。そうです、今日はね、あの2月14日ということでですね、バレンタインなんですね。まあね、あのそこら辺のカップルとはね、イチャイチャあんしてると思うんですけど、僕はね、あのヒリアなんでね、あのそんなことは全くできるはずがないんですよ。じゃあどうするかって、そうです、作るしかないでしょう。まあ本当に0個かっていうと、まああのいろいろちょっとね、あの親近感では、まあまあ、あるから、俺だってちゃんとあるからさ、まあ、ちゃんとそこら辺はね覚えてもらいたいよね。ということでですね、今回の企画は、ヒリアがチョコ1個自分で増やそうっていう企画です。やっていきましょう。それでは、レッツゴー。キッチンに突るよ。はい、ね、今回の基盤となっていくボールさんをね、あの、今から取っていきたいと思います。はい、じゃあね、あの、バレンタインということで、チョコです。待って、綺麗なんだけど。わかる？これ。すごくね。はい、じゃあ一番大変かと思う作業であるチョコすくっていきたいと思いまーす。チョコを溶かすよ。はい、じゃあね、あの、焼けたはちょっとわかんないけど、あの、はい、いい感じにね、溶けていきました。まあ、これね、チョコね、すごい美味しそう。飲めちゃいます。カメラワークがね、ちょっとダメだな。はい。スプーンでね、混ぜていきたいと思います。カメラ、こっち来い。オッケー。次はですね、これ入れるときは何とかなる。牛乳様でございます。はい、ドバー。はい、じゃあね、あの、チョコクリームだけじゃ甘さが足りないと思うので、砂糖入れてきていいと思います。死ぬかも。はい、じゃあね、あの先輩、卵入れてきます。じゃあね、あの、片手割り選手権世界4位の実力、言います。よし。なんか飛んだな。ちょっと気持ち悪い。卵の殻ぐらい許してやりましょう。まあね、あの、世界4位でも失敗はするんですよ。人間だからね。許してよ。はい、じゃあカメラワーク、いきます。はい、オフショットからのサービスショット。いきまーす。そしてですね、あの、卵をですね、あの、チョコに入れてきました。これをね、さらに混ぜていくとですね、美味しくなると思われます。はい。じゃあね、混ぜていきたいと思いまーす。はい、本日2度目のですね、電子レンジタイム、温めていきましょう。はい、今回温めるものは、エッグチョコ。温め終わってからのカメラワーク、できた。はい、あの、気持ち悪いお物が完成した。はい、シャランシャッシュ。はい、冷蔵庫へ換金しまーす。はい、じゃあね、あの、ちょっくら冷やしたんですけどね、あの、なんか、ちょっとなんか物足りないなーって思ったんですね。あの、やっていきたいところがあります。はい、じゃあね、あの、やっていくことはですね、あの、マーガリンをね、塗りたいっていうことで、塗りまーす。はい、じゃあね、あの、マーガリンをね、塗っていきたいと思います。あの、この汚いね、結構汚いね、なんか白身みたいなのがね、浮き出ちゃってるね。うわぁ。はい、来ました。バターより安いマーガリン、塗っていきまーす。
ちょっと再度温め直したんですけど、バカなことしました。なんかチョコはなんか崩れやすくなってて、マーガリンがね塗りづらい。そう、ほんとバカなことした。やべ。はい、じゃあね、ちょっと崩れちゃったんで、もう一回ね、冷蔵冷凍をね、やっていきたいなって思います。はい、じゃあ固まったに、レッツゴー。はい、ちょっとね、母上に、邪魔と言われてね、ボールを冷蔵することが許されなくなってしまったので、ちょっとジップロックに入れました。ジップロックって言ってもあれね、箱のやつ。はい、お次はですね、ココア、いきたいと思いまーす。ジップロックの箱にアルミホイルを敷いてですね、チョコを乗っけて固めていきたいと思います。それじゃあね、アルミホイルをね、床に敷いていくためにね、一回形を調整していきます。終わった。多分ね、切るとこ間違えてる。まあこの通りに来ました。はい、じゃあですね、終わったということで、冷凍する世界まで、冷凍し終わった世界まで行っていきたいと思います。それではまた会いましょう。バイバイ。はい、じゃあですね、冷凍して終わった世界に戻ってきてまいりました。またこちらよろしくお願いします。はい、見てください。ちゃんとね、できました。なんで3個かっていうと、もう10個あってたんですけど、8個みんなで食べてしまいました。どうかな。そう、見た目がね、すごい汚い、あれです。あれに見えます。やばいね。ちょっとそんなことは置いといてですね、これバレンタインなんでね、ちょっとやばいね。語彙力がね、喪失してるんだよな。こっから先はね、ちょっとシークレットみたいなもんなんでね、まあ一応ね、食べていきたいと思います。食レポ。うん。うまい。結構、うまい。チョコの味がね、しっかりしてる。すごい甘いぞ。まあ、初めてじゃないんだけどね。まあね、それぐらい許してよ。初めてじゃないからさ。まあ、一応、すごいうまい。そうそう。でね、食レポをね、してもらったんですよ、僕の友達にね。それをね、聞いてもらってね、最後終わりにしたいかなって思います。それではね、聞いてください。どうでしたか？見た目はね、うんこです。うんこだけど、まあ、チョコの味して、美味しくやったよ。うん。見た目うんこですか？そう。じゃあこの空気やめよう。まあね、ボロクソ言われたんですけど、まあ一応ね、美味しいという言葉がいただけたということでね、来年もやっていきたいと思います。まあ材料はね、コメント欄の方に載せていきたいと思いますので、ぜひ皆さんも作ってみてください。それではまた会いましょう。バディング。